チャオ、ボンジョルノ、トゥッティ。本日はこのホタテの貝柱とこの青さのりを使ったパスタを作っていこうかなと思います。材料はニンニクと鷹の爪、あとはホタテの貝柱と青さのりになります。本当はミニトマトも入れようかと思ったんですけれども、今回シンプルに、ホタテの旨味を生かしたパスタにしてみようと思います。今回も使うパスタはランチーニの太麺、この太麺大好きなので、今回もこのパスタを使って仕上げていこうと思っています。それでは早速作っていきます。
今回はホタテと青さのりを使ったオイル系のパスタを作ってみました。ホタテと青さのりの旨味が濃厚に絡まったとっても美味しいソースになったと思います。また青さのりを最後に入れたんですが、そのおかげかソースに粘度がしっかりと出ていてパスタに絡んでとても美味しかったです。今回青さのりは乾燥のものを使ったんですが、入れる前に軽く手でほぐして細かくしてから入れたことで良い感じにパスタに絡んだのかなと思います。とても簡単な材料で作れるパスタですので、ぜひ皆様も試してみてください。また美味しそうだなと思っていただけたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではチャオ、チビディアモー。